はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトをやっていきましょう。第84回闘技場3日目、昨日までが6勝0敗となっております。今んとこパーフェクトね。前週も3日目で落ちた気がします。図書丸昨日強かったな。ちょっと どこにしましょうか。ちょっとクレリアね、クレリアね。ドルマ OK、 いいよいいよ。でメルトアはね、あバギーが通んのか、あバギーデイン通んのか、ここにしようかな。バギーデイン、バギーデイン、ここかな、ここか、もしくはもしくはズシオーマルを近づけないで、物理封じか、そうだ物理封じ調べるの忘れちゃったな。昨日食らったんですが、まれになのか時々だったのか、あーつらいな。ここで一旦目耐えてボムっていく、こっちにしましょうか。それとあれですね、2周年前夜祭の情報がちょろっとね、ちょろっと昨日寂しかったね。あんだけかと思っちゃって、もうちょっとイベント内容欲しかったけどね。案内来ていましたね。なんか A ランキャラクター 2体、ゴールデンサボテン、サボテンゴールド、サボテンゴールド、それからもう一個ゴールドの何だったっけな、ゴールドつながりで2体 A ランク、あれだ、アームライオンみたいなやつが仲間になるということで楽しそうですね。メタルボディ持ってるといいけど、じゃあ見ていきましょうか。1番大丈夫ね、ここは大丈夫だね。でこのボムルが受けたくない、あー受けてしまうな。でメラ受けれる子、メラ受けれる子、激減じゃないのか。あーここで受けるか。1番んそう、あ2番目落ちか、あー下がろう、あーよかった、1個下がろうね、1個下がってバリバリバリです。そうだね、 1,2 来たら、そっち側に狙っていこうか。マイユ、マイユか、あ 1,2 来るでしょ、 で3まで来るでしょ、3で4、あ4も来ちゃうか。で ボムはね、あの落とした方がいいんだよな。あでこれが食らっちゃうね、これ食らうな。あちょっと待って、これが、ギラ、ギラ受けれる子、ギラ受けれる子、挙手 OK、こういう感じかな。あー結構きついな、食らうんだな、テンション乗ったやつを食らってしまうな。でヒャダルコ来たらやばくないか。でクレリアもあれがあれなんですよ、メラが激減なんで、でなんか休みが長弱点になってるな。休みって誰だっけ、あマイユか、マイユが休みか、それいけたら行きたいかな。じゃあマイユ、ヒューザーが休み取れるので長弱なんで、そこ狙っていこうか。で3ダタ、マイユ、向こうのマイユを落とす感じ、配置はこれでいいのかな。どこまで来る、これ下下がってくるね、2つもね、ここ下がってきてこことここにつく感じで、これがこのボムるやつがどこに来るかだな、ここまで来てくれるかな。そうすれば、左が3人をやっちゃいたいね。でマイユをうまく避けながらいかないとまずいっちゃまずい、って感じ。はい行こう。いやーちょっと、あそうか、あ何やってんアホだな、落ちなくてよかったようなもんだ。ああぶねー、ちょっと待って、ちょっと待って、回復ないか、3打、あ3打で回復あるか、ちょっと待て、落ちないようにちょっと確認、これ落ちるわ、あこれ大丈夫か、これ大丈夫か、射程3だよな、そうだね、
だから あれがいるから当たんないけど、当たんないけどもう一個下がっとこう、もしかしたらあれが落ちるかもしれないから。で、うわ怖え、ちょっと待って、次どうしようか。打ち込みたかったのもあるね。一応メダパに誰が半減の等倍等倍か。うわどうしようかこれ。打ち込んどく、あ打ち込んどくよこれ。麻痺半減だけどダメージは出るぞ。でもあれであれになっちゃうからあれなんだよね。危ねえ、これどうしようかな。回復した方がいいかな。次に備えて いるかな。いる。バリバリバリ。43耐えろ。三河足曲がるからね。頼む頼むって。ここも耐えなきゃいないんだ。つらいつらいよつらいよ。ビリバリ。どっちにしよっか。あ、ヒャダルゴ食らってもまずいぞ。次マヒアド、マヒアド食らってもまずいんで、ここから打つしかないのか。クレリアどこ来る？それによる気がする。3だとも打ち込めないじゃん。次3だた行って、3だた行ってクレリア来て、クレリアがどこに、ここに来てくれるかここに来るかでだいぶ違うのよ。あの休み、これ休み取れるか。マユ休み取れる、あんた。あ、これ取れなくない。あ、これ打ち込んで、あー違うか、打ち込んで回復。ヒャド、ヒャドは、あ軽減か。これ出るか、これ出ないとまずいな。マユが、ちょっと待って、マユうちの見よう。そこまで行ってなんかひし形のやつですよね、打ち込むのが。でクレリア取れないんじゃない、休みを。って気はしてる。ちょっと待って、まかそこまでね、そこまで行って、どんな技、あのこのひし形2マス、2マス取れないな、取れない。マイユとあれは入るけれども、ヒューザは入るけれども、クレリアは入らない位置に来る。うわこれはどうしようかな。でもそれはそこで打つしかないのか。1,2,3 ボゴンっていうのもあるね。ボゴンっていうのもある。だった。次のターンで先に、先に攻めるか。でマヒャードは食らう、激減だから604耐えてくんないかな。かまいたち、こっちこっち、どこにする、ここにする、どこにする、どこで打つ。やつが来れない場所ってあるの。下来てボゴンだからどっちみち入らないんでね、入らない状態で打つわけだよな。3だとは下行く、ここで打つ。ここで打つ。麻痺麻痺麻痺、少し回復した。ボムル、あボムって回復か。次回復来るな。うわ回復来るな。うわ全然考えてなかった。回復だ、これ回復来るわ。
赤い服来るわ。どうしよう。あー次クレリアだ、回復だ。で落ちない状態になっちゃう結局。あー回心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 。あーしまったな、クレリアだからやなんだよ。あテンション乗って、これはどこまで落ちる、そこしか落ちないか。でこっちは長尺、意味がないな。あー落ちるな。でこれサンダーバード狙ってこないっしょ、サンダータ狙うっしょ。しまった、あーダメですね、どうしようもない。キューザさっき、あーそっち狙うか。でこれがメダパニ稲妻、マイユも厳しいな。マイユちょっと待て、これ厳しいぞ。メダパニ取る必要ないか。メダパニ、マイユ落ちてしまうな。どっか邪魔できる位置ないか。ここ。ああ、麻痺取れない。ああ、サンダタ。ああ、待て、43の、ああ。あうまい具合入らない、そこうまいそこうまい具合入ったでしょ。あー申し訳ない、申し訳ないよ。逃げながら行くよ、うちは。ちょっと待って、電光石火なんだっけ、なんだっけ、呪文威力回復力上げる三河氏と、三河氏と43、あぶねー、やべやべやべ、障害物なくなる。メダパニ行ってやるか、メダパニ。麻痺、あーついに、いやー負けてしまった。回復だ、マヒャドじゃないわ、回復だ。強いポイント、しかも最初のサンダーバードミスってる配置。いやー辛いね、ゴールドトロフィーの道が3日で終わりました。ここ行きましょうか、ここ当たったことない、ヤマタノオロチ、行きましょうか。配布ゴンズ、ジャミ、ゴンズ、ジャミも出た当初はね最強クラスでしたけどね。はい対戦よろしくお願いします。弱点なんだろう、全然覚えてない。メラ効くのかな、メラミ打ってくるからそんなことないか。ギラスかね、1番、2番で3番、あ3番あれか、あーじゃあどうしますか、下がって、どうしましょうか、下がりながらボムってもいい気はするんだけど、テンション貯めて次のターンに備えようかな。これなんか突っ込んでたらいけそうだけどね。1番バリバリ行く、横から2番行く、このフューザーも行く、1番ゴンズってちなみに弱点何、バギーは取らないんだね、だから行く必要ないか、こっち側から行ってバリバリする。
で2番あーでマームが来ちゃうのか。マーム来ちゃうとよろしくない感じになりますね。だから下がりましょう。で貯めとこ。マームが入らなきゃ OK ですね。ゴンズ、うん、うん、いいんじゃないですか。で1ターン目は、テンションダメにしましょう。で2ターン目にぶちかましてやろう。バリバリバリ、ここでクリティカル。これ何だっけ、何があるんだっけ。賢さ、まあ耐久でいいのかな。これは自分を強化するあれではないね。はい、あースカラとかで、どうします、行く。う、全然激変、見てこれひどくない。あーデインもダメじゃん。これどうしようかな。ここはあーなひどいな、これ全然ダメだ。あ、もう一個テンション貯めて、必殺に備えようかな。じゃあそうしよう。でこれは行く。メタパニック種いる、ちなみに等倍だね。これはゴンズ専用で当てていくか。ゴンズ専用で当てていく。麻痺っていいんじゃない、麻痺そうだし。あ、ちょっと大丈夫か、大丈夫か。ボムルボムルー。あーこれはどんだけ射程、あー大丈夫。でこれ必殺でいけちゃうんじゃない、いけるね。あ、こっちでもいけるのか。あーどっちにしますか、こっちにしようか。でこっちで当たんない位置、はい。よーし、必殺でやってやろう。ちなみに弱点何、山田の石。あギラか、じゃあこっちかな。せっかく貯めたけどこっちだね。おっと、大丈夫かこれ、落ちんのか落ちるか、落とされんじゃないか、うち。やっぱりあっち行っときゃよかったってならないこれ。あ、必殺も OK、 必殺も OK だし、こっちも OK だね。はい、クレリア2番目かな、 A 最強のヒューザー抜かれたかな。1番サンダタ、2番クレリア、3番マイユー、4番ヒューザーですかね、今日の気持ちとしては。3戦目ですね。クレリアやだ、もう見たくない、やだよ。動く石像ってちなみに、あーリゼット行こうかな。動く石像ちなみに弱点なんだっけ、イオか、あバーキーか、あイオ打ってくんだもんね。リゼット行きましょうか。はい、あクレリアやだけどね、まあ行こう。まあポイントは失うものは何もない。シルバーデビルにデビルロードすごい、シルバーデビルにデビルロード、なんか眠らしてきそうなキャラクターが多数、それから休み取りそうなキャラクターが1体ですね。はい、1番2番3番取れる状態、これも1体目待つかな。
クレリアさんどこ行くの？クレリア次第っすよ、もう。クレリア次第。一番で誰から行けんの？これ誰？メーラ弱点っていなそうじゃないこれ。やばくない？これなんで選んだこれ。やばいやばい、ちょっと待って、やばいぞ。テンション貯めて、これデインか、バギは？バギ弱点で会ってくれない？あ、大弱点ね。じゃあこっちもバイ、あ、当倍か。クレさん、クレさん。だったら三ダタさんはね、多分そんなに用事がなくなってしまうかもしれない。で、あとは届かない位置ですかね、みんなね。大丈夫ですね。そうだ、あと反射眠りがあるから、それ気をつけようって感じかな。はい、行こう。左側メラやばいな。バリバリバリでいいかな。1個、じゃあ次のために譲っておこう。クリティカル。あ、ヒューザが今のサンダーバードの場所でよかったかもしれないね。こっち行っておきましょうか。あ、順番が全然あれだね。あ、全然あれだね。どうしようかな。やっぱクレリやっとくか。メラは激変か。どうしようか。次ヒューザからいけんのか。サンダーバードサンダタヒューザから打てる、ま、これ寝たとしてもいいか。行こうか。どっちがいいかね。バギが等倍、こっちは等倍なんだね。あ、 HP 1100956か。1,2,3 で、届かないね、どっちかね。だからこっちだね。はい、こっちでいきます。ひょう、寝るなよ。寝るんだな。そうだ、寝るんだ。忘れてた。自分で使っていながら忘れちゃったね。でこれをどうしようかな。あ、オッケー。え、後ろあれね。これで OK だ、これで OK。で、3だと3で、これはどうします？こっち打ち込もうか。で、3だとでボムれると思うんですよ。メタパンに。稲妻いきますか。ね。次3だとなんで、落とせるっしょ。OK。で、次どうしてくる？おお、寝なかった。ナイス。あ、必殺。なんか効くのはないね。はい、必殺ですね。あ、そうだ、そうだ、そうだ、それがある。OK。よーし。今日はクレリア株が急上昇した一日ですね。はい、というわけで3日目終わりました。8勝1敗、あ、いっぱいいっぱいです。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。